と。なのでそれを私が聞きにこっそり行くので、それを3人に教えて、それに関することを絵や言葉でみんなにクイズを出して、また違う人に当てたいと思います。ちょっとなんかルール説明難しいです。松坂選手ですね。